はい、どうもおはようございます、こんにちは。今回はですね、新三国無双4の、実況をやっていこうと思います。残すところ、あと数人となりました。花崗園のですね、第3ステージやっていきましょう。難しいんかな、ちょっと使いにくいよな。殿が炎章なんかに負けるわけはないわな。次どこやろ。いやー、大将の器ってのはやっぱ大事だわ。石壁来そうよね。国葬地帯である慶州を得た。で、ですよねー、そうなりますよねー。難しいなー。石壁に軍を動かしたんだ。長江で戦うってことは船での戦だな。まあ、どんな戦であれ俺様の自慢の弓で敵を貫くだけで。んじゃま、行くとするか。よし、行くか。難しいぞ今回も。花崗園、関東での働き見事であった。これで中原から下腹にかけてわしに対抗できるほどの者はいなくなった。これより劉備と孫権をまとめて打つべく石壁に軍を進める。先の戦とは逆に我が方が大船団で奴らを押し込む戦となろう。わしは炎章のように兵力差を覆されるような愚行はせん。花崗園よ、お前の豪遊なる機嫌大河に立ち上らせるがいい。やばいやん、めちゃくちゃフラグ立ておるやん。大丈夫大丈夫。ということでですね、武器が九天弾の、どうしよっかな、無双八、こっちにしよっか。で、白古賀がね、ついてんねんけど、ついてんねんけど、排水ゴフで攻めてみる。ちょっとこれで攻めてみようかなと思います。敵がな、今回多いんよね。とりあえず、ちょっと待ってよ。とりあえず、あ、違う、ごめん。とりあえず、この左を倒していくか。さあ、ちょっと、モニターの位置が悪いね。やっていきましょう。さあ、どんぐらい難しいかな。第3ステージやけ、まだ楽やと思うんやけど。はいよ。船は全部つないだね。ご苦労さん。騙されてるよ。我ながら、うまく騙せたよ。けど、この戦、ここからが難儀だね。よし、行くか。で、これでですね、鎖で固定した状態から始まるんで、どうしようかな。水軍どもを叩き潰せ。あー、なるほどね。これか。なるほど、これ強いな。これ強いかも。今戻ったよ。これは強い、優秀かも。待って、来た、一気に使いやすいのが来た。チャージ6いいな。しかも今回ってさ、問答無用で箸落とされるんや。そんな仕様やったっけ。ああ、落とされた。オッケー。今度は負けねえからな。激勝。どけどけどけ。どけどけどけ。で、下行きます。これで半将は倒せる。いかっ、遅かった、むずい。嘘やろ、もうマジかよ。あかんな、やっぱ排水後きついな。きついけどこれでやろう。
後ろからの攻撃が早すぎるんよね。いけるよ。大丈夫。いける。多分余裕。余裕ではないけど、まあなんとかなるんじゃないかなと思います。頑張ったらいけるよ。よし、行くぞ。どうだい。これで敵先端に攻め込めるよ。一旦砲塔置いとっていいかな。なっせ。中水軍どもを叩き潰せ。ダメだ。ダメだ。ふう、一仕事だったね。今戻ったよ。よし。次行くよ。これで橋壊れる。で、右の橋が壊れて、ガクシンも倒れるけん。まあ、ここは多分しゃあないんだろうね。今度は負けねえからな。敵将撃ち取った。馬が負けるな。馬の戦いに負けるよね。ダメだ。あれガードされてるきつい。今度は負けねえからな。撃ち取った。次いきます。次は半将。いいよ。当たらんのよね。抜いて。OK。これで諸葛亮倒そう。うわ、怖。近いし。周りが見えていないこと。やばい。お前ふざけんなマジで。風を呼ぶことは危なすぎる。できませんでしたか。今のはやばかった。今のほんまにピンチ。この撤退は。うー、怖え。次への布石です。撃勝！撃ち取った！あれ、俺取ったっけ？撃取ったね。よし、次行こう。で、左は倒したけん。進路を早めます。遅れないように。次、ちょっと上から行きましょうか。で、ちょっとここの武器だけいただいとこう。ここら辺にもあったよな。OK。よし。これで武器は全回収。こっちか。でですね。あとは、うだうだおるけん。どうしよっかな。とりあえず、砲塔倒す？この橋壊すもさ、防げたらいいのにね。残念ながら防げんのよね。やれ、力勝負はごめんだよ。よっ。いいよ。人間の今日やられてたよ。オッケーオッケー。よし。次この下に多分おるはず。これ。敵の攻撃を止め、守りを固める。
ほら、え、うそやろ。いけるか。こいつマジ強いな。こんな雑魚敵の攻撃一発一発があんな効くけんね、怖いよね。ごめん。で、あとはね、シュチ。なんで当たらんの。おい、かけいこ。この傾きで無駄なこと。無駄なこと。連合軍家計の気配。必勝の家計、あなたに託す。任せい。どこだったっけ。幸福、一世一代の大勝負よ。当たれ。打ち取った。妨害を止めろ。マジで。もう。へ。久々に強敵と会えたわ。どけ。怖い。怖いってもう。なんでな。うざい。乗らせろ。で、郊外を止めたらいいんか。郊外は、自滅する気か。下がれ。どこ行った、あいつ。どこ行った。下か、こっちか。強かったっけ郊外。あ、強いよね。もう邪魔すんな、邪魔すんなって。もう邪魔やけん。それガードするんや普通。動いた。あぶな、いけ。よし、いけるか、いけるか。オッケー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 。よし、だいぶ違う。これでだいぶ違う。オッケーオッケー。よし。止めたぞ。で、どうしよう。とりあえず配下倒すか、シュータイの。オッケーオッケー。敵の策は失われた。あとはとどめ。早かったね。よかった、アダさんで。え、どこ行った？いや、マジで当たらんねんけど。自滅する気か、下がれ。三撃目が弱すぎる。よし、倒してくれた。周囲は倒した。で、あとはね、こっちや。この上にも一人おったはずよ。どこだったっけ。ここら辺におらんかったかい。ここら辺におらんかったかい。あ、おらんな。え、どこ行った。右におるか。こっちや。いらっしゃいまし。いらっしゃいまし。
それが争えるのきついな。今度は負けねえ。よし、撃勝撃ち取った。で、次下オッケー、回復ミッケ、素晴らしいですね。どこや、こいつやな、関東。もうだから、だから、危なっ。よし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 、しゃ、これであとシュウタイ倒そう。シュウタイどこや、これか、こいつか、あ、違う、これテーフや。一人とはイノシシ武者やの。危ない、意外とたまらん。嘘やろ。ここで回復落とせ、誰か。しゃあ、いいよ、いいよ、素晴らしい。んで、あれ、もしかしてシュウタイ死んだ。あ、うん、あれ、シュウタイしかおらんのかと。孫権っていつ来たっけ、まだ来んかったっけ。ダイバーとかとは言いつつシュウタイ強いけんな。いいよ、いいよ。まずいな。うやべ。オッケー。倒せ倒せ、拠点兵長倒せ。来ました来ました、連合軍来ました。どこやったっけ、金と当主が。せめて早々に一死を迎えるのだ。来た、ちょっと待てよ、それ孫権の背後、露宿左におるんじゃん。オッケー、じゃあロシク倒して左上倒そうか。どうなんやろ、このチャージ6で短期決戦挑んだ方がいいんかな。加工園って微妙よね、なんかどっちでいっても。でもチャージラッシュは使えんけんな。嘘やろ、嘘やろ、危ない、いきなり俺もやります。追い詰めてしまいましょう。オッケー、あ、そうか、花公園ってあれか、あれ乗っとんか、武器に、あのエボリューションが、エボリューションあったね、そういえば忘れとった。んで当主どこ行った、当主おる、おるね、よし、オッケー、当主ちゃんといます。赤壁はやっぱ義軍のが楽なんか、連合軍めっちゃ難しいもんね、特に最終ステージ。味方が結構すぐ負けるし、単純に難易度が高い、敵も強いし。やってくれたの？しかいや、ぶっ飛ばす。あ、ダメだった。ダメでした。へい。え、アイテムだけ？せやろ。俺たちも手柄を立てるぜ。よしよしよし。よし、これだと孫権だけやね。よっしゃ、倒しに行こう。意外と楽勝やった。意外と楽勝やった。もっと難しいと思ってた。そうでもなかったね、義軍は。
で、石壁やって、石壁やって、石壁逃亡戦やって、多分低軍山かなのような気がするな、今の感じやったら。義軍の石壁逃亡戦もまあまあ難易度高いけんな。難しいよね、あのステージ。武装武将も多いし、敵と戦うにもね、天意の時結構苦戦したけんな、マジで。めちゃくちゃやり直したけんな。まあ、天意の場合は、あれが最終ステージやったっていうのもあるんよ。あれが最終ステージだったけん、一番難易度が高くて難しかったっていうのもあるけど、多分4ステージやとしても、まあ難しいことに変わりはないはずないね。いかにこのチャージ力を効率的に当てれるかだと思う。襟打ちにしてやる。やばいや、もう味方もないよ、お前、かわいそうに。ちょっと待ってよ。怖っ。よし、我が軍の強さ刻みつけよう。けよっしゃ、よっしゃ、終わり。冷静にならねば、今は引く。意外と簡単、意外と簡単。もうちょっと難しいかなと踏んでました。そこまででもなかったです。さあ問題はこの次よ。多分ね、石壁逃亡戦が来ると思うよね、俺の予想では。低軍山がラストなのは多分間違いないけん、あと入れてくるってなったら多分逃亡戦ぐらいしかないやろ。我が軍の前には無力。奴らは得意の水上戦で負けてさぞ悔しかろうな。だが劉備と孫権を完全に滅ぼしたわけではない。奴らは結託して何らかの手を打ってくるだ。警戒はしておかねば。あ、でも今回ってそう負けてないけん逃亡戦ないんかな。ないかもしれん。弓術いらん。弓天弾無双中に、微妙やけど、いやでもこっちの方がいいか。弓天弾無双6移動、とりあえずいらんかな。ダメか。弓天弾のさ、新しいこの弓天弾のさ攻撃負荷欲しいよね。さあということで第4ステージやっていきましょうか。見ていきましょう。逃亡戦じゃないかな。劉備と孫権を騙されるまでにはいかなかった。違うっぽい。このすいません、俺がもっと決まってりゃ。まあいつまでも後ろ向きじゃいかんわな。これまで通り我が殿の天下までの道を切り開くことだけ考えてりゃいいか。んで次は天中で殿に逆らう。なるほど。宝徳だのまとめて叩きのめす。そっちか。よし、ひと暴れ、いや五六暴れしてやるぜ。なるほどね、そっちが入ってくるんか。意外、超意外。劉備のことは今は忘れ、奴は慶州をめぐり孫権と対立していてしばらく動けん。その隙にわしは西を漢中の地を制す。漢中の諸侯どもは結託し、道漢にて我が軍の進軍を阻んでおる。わしは北上して川を渡り、奴らの背後をついて道漢側と攻撃する。河口園、お前は道漢の正面に布陣し、敵の意識と兵力を道漢側に集中させるのだ。お前の部にて敵の目を釘付けにしてやれ。釘付けにしてやれ。さあやっていこう。ということで武器はですね、これでいきます。でモデル変えておきましょう。まあこれでいいかな、一緒でいいかな。宝徳、これはね宝徳がとにかく強いんよ。こっちをなんとかせないか。宝徳を大事よ。宝徳がねとにかく強いんで、こいつらをなんとかするしかない。さあ頑張れ、来い、行くぞ長考。俺とお前はニコイチや。まずは道館の正面を攻め、
敵を引きつけ、やっべえな、やっべえな、さすが、さすがモンペ。ちょっと待ってよ、この防衛の要所を突破できると思うな。おお、OK、 1回増えとる。無双ランブの回数が6回から7回に増えとる。いいね、無双12万はでかいね。この1回が結構明暗を分けるよ、マジで。全然違うよこの1回。よし、黄河を渡り敵の背後をつく。艦中の野獣ども、おもしらに総猛徳が止められるか。止められるか。恐れひるむことはない。この川一気に越えるぞ。いくよ。当たってないし、当たってないし、当たってないんかいってな。一人か、なしとる。どこ行った、どこ行った、どこ行った、もう分からん、どこにおるん敵。おら、よし、怖いって来んなってお前ら。で、武器はですね、右側にあるはず。ジョ孔明、ただいま山上捕まった。来ました、ジョコジョコ、やってきました、ジョコジョコが。よし、曹操が北へ動いていると。あ、バチョバチョおる、バチョバチョ。強撃するつもりか、させぬぞ。ほいや、よし、強い、優秀、意外と優秀。さすがだよ。で、馬長が追いかけていくけど、今の、あ、待てよ、今の間に、宝徳、関水が中におるんか。馬体倒す、馬体を。あー、もうマジでうざい。関中を乱さんとするか、やばいな。お前マジでやばい、やばいやばい、来た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 、逃げろ逃げろ、囲え、逃げろ、やばいぞ。眼中を天下とし生きる、天下を掲げ、眼中を飲む、眼中を飲む者、互いに相入れぬなら戦うしかない。それがしは方で、長いな名乗りが。二つの激にてお相手する。長いよ自己紹介。そうやろ、曹操様はオイラが守るだよ。どけ。あー、もう当たらん、マジでほんまに当たらん。敵中を突破する、俺に続け。死が引くことの意味、もうこいつだよマジで。なんなんあいつマジで、やばすぎやろ、うざ。誰今ので、じゃあ一旦道館置いといて、兵は神速を立っ飛ぶ、楊州倒そう。これはでもやばいな、これ結構賭けやな、これは賭けです。いった、やばい、これはまずいよ。慎重にかかれ。やばいって。次は負けない。やばいって。あぶね。あぶね。
っと待って、一旦ここ倒させて。見事な攻めと守りよ。いや、これが地上ヒットやったらなんて何回思ったか。この無双ランドが地上ヒットやったら死ぬほど強いのに。OK、 よし OK。 で、馬長はとりあえず右から行くけん、ほっといて、で、関水はね、ほっとっても勝手に蓋を裏切るけん、まずここを潰しとこう。よっしゃ、その力、さらに輝かせてみよう。 OK よ、痛いね、危ない。オッケー、これで上に結構おるな。宝徳、なんかでも結構おるでよ。誰がおるん、リカン、リカンがおるんか。さっき宝徳倒すか、こっちの宝徳だけ。攻撃は最大の防御なり。なんか怪獣対決みたいなのが繰り広げられてる。宝徳と宗神って似たような感じよね。ちょっと邪魔、お前らどけ。この戦を制するのだ。まずい、ちょっとお前邪魔やな。なんかまた来たんやけど。よし、引くしかない。もろた、もろた、もろた。オッケー。で、ちょっと上行く。これは上行かんと危なくない。ちょっと待ってよ、宝徳倒したのはまあまあでかいよ。で、上行って、あー負けとるし、馬長に負けてる。あいつ負けるんや。あんまりダラダラショットいかんねやな、やっぱり。あ、正義倒されてる。関水は無視、関水一旦無視して、多分ほっとって上に上がってくるやろ。え、あ、お前らも。やばいな。危ないよ。もういかん、ちょっと待って、本当に当たらん、むずすぎるって。久々に強敵と会えたわ。撃勝、撃ち取った。どこ行った、あったあったあった。オッケー、回復。危な、ほんまに危ない。で、あとはですね、こっちにまだ一人おったはずよ、帝銀。あれ、なんで逃げ決まったらんの。今だ、攻めかかり。これ逃げ決まったらんの結構きつくない。脱落するなよ。オッケー。ここは引かねばなるまい。撃勝、撃ち取った。よし来い、お前や次。
へい、よし。武の鏡、しかと拝見いたした。で、これこいつ倒そう。名前忘れたけど。一気に蹴散らすのだ。やばい、見え、見え。ちょっと敵多いな。いかんな、これ通常攻撃の出し切りも大したことないな。えい、オッケーオッケーオッケー。修行の成果、今こそ見せる時。これ補作取っていい？あとね、リカンと長老倒すか。これ、カンスイってどのタイミングで裏切るんやろ？結構時間かかるんかな？裏切るまで。え、どこ行った？どこにある？どっかにない？ないな。あれ？あれで？あれで？あれれ？ないよ。ん？武器がここら辺にあるはずないけど、あった。これや。どうか。リカンは？艦長はこの馬毛騎が守ってみせる。リカンと戦いないんだ。兵たちに手を出すな。俺と戦え。でもお前俺の兵に手出すんやろ。やばいやばい、危ない危ない。あぶね。これリカン倒しとんな。じゃあバチを倒すか。やばい、あぶね。貴様らに屈するわけにはいかん。あれ、あのね、これマジでさ、この横から回り込んでくるこのシステムさ、マジやめた方がいいよ。よし、倒した。ギリギリ。良い敵に出会った。いずれ再戦しよう。危な。危な。撃勝！撃ち取った！どうなる？これで倒したことにならん。全撃破か、やっぱり。全撃破が言うんか。そういうことやね。あっぶねー。今のやっべ。今のまあまあギリチョンじゃない。で、あとですね、こっちのリカンを倒す。リカンとマムル、リカンとマムル。あれ？どこ行った？下か。さあ、いい武器来るかな。ここで来てほしいな、いい武器。最近なんかさ、あの攻撃負荷の武器来てなくない？ここ数人いいとこで来てなくない？来いよ。いいよ、いいよ。よし、よしよしよし。全然裏切らんけど、全然裏切らんけど勝った。さあ次がね、勝負どころよ。本当に次がいっちゃん大事。帝軍山、漢中の諸侯剣高中がおるけんね。あいつをまずなんとかせないかんけん。捨ておけば必ずや我が波動の妨げとなったであろうな。甲虫がおるけん、弓兵も多いし、今後の戦力で2、3回回復するやろ。排水ゴフでいけるかな。それがちょっと心配やわ。近づきつつある。このまま突き進むのだ。突き進むのだ。オッケー。なんか来い、いいの。
あー、これはこれはどうや。うわ、めっちゃ微妙、めっちゃ微妙。無双20のチャージ18か、一応置いとこうか。体力18、運12はいらんけど、これはダメだよな。ダメだよな、さっきのやつしかないか。武器が欲しいところであるけどね。さあ、ということでですね、第4ステージ終わります。続いてですね、最終ステージやっていきますので、よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。